フレッシュゴッドアポカリプスは、イタリア出身のテクニカルデスメタルバンド。従来のブルータルデスメタルや、テクニカルデスメタルに、オペラティックなハイトーンボーカルやクラシカルなギターソロを、導入し、シンフォニックメタルに由来する、メロディアスかつシンフォニックな要素とブルータルかつ、テクニカルな要素が融合している。このような、激しいブルータルデスメタルと、大行なシンフォニックメタルを融合した。 独特の音楽性を保持している。2007年にイタリアのペルージャでフランチェスコ・パオリ、クリスティアノ・トリオン・フェラ、パオロ・ロッシ、フランチェスコ・ストルリアの4名で結成。フランチェスコ・パオリ、パオロ・ロッシ、フランチェスコ・ストルリアの3名はタイラニック・エシカル・リコンストラクションというデスラッシュバンドで共に活動していた。同年中にファーストでもプロも07をリリース。 どうでもから2曲が、セプティカル・ゴルジュ、モーダス・デリーク・ティオニオリックとのスプリットアルバム、ダヴィンチ・デス・コードに収録された。その後、2009年にファーストアルバム、オラクルズをリリース。同アルバムは、北米では、ウィローティップレコード、ヨーロッパでは、キャンドルライトレコードからリリースされ、デビューを果たした。同アルバムのレコーディング前後に、ドラマーのフランチェスコ・ストルリアが脱退している。 そのため、アルバムクレジットには、アワーオブ、ペナンスで、フランチェスコ・パオリと同僚であるマウロ・メルキュリオが、レコーディングセッションで参加したことが明記されている。また、同アルバムでは後に、正式メンバーとなるフランチェスコ・フェリーニがセッションとして、参加している。同アルバムでは、まだシンフォニックな要素は薄く、ブルータルでスメタル色、テクニーカルでスメタル色の強いサウンドだった。 フランチェスコ・ストルリアの脱退を受けて、ボーカル兼ギターのフランチェスコ・パオリが、さらにドラムスを兼任することになる。フランチェスコ・パオリは、以前から、ドラムパートのアレンジも手掛けていた。また、トマソリカルディが、ツアーメンバーを経て、正式に加入することとなった。2010年に、ファースト・ EP、マフィア・オリー・ース。また、積極的なライブ活動を行う。 このライブ活動の最中フランチェスコ・フェリーニが正式メンバーとして加入。2011年5月にドイツの名門レーベル、ニュークリア・ブラストと契約。同年8月にセカンドアルバム、アゴニーをリリース。日本では、日本コロンビアが日本版をリリースし、日本デビューを果たした。2013年にサードアルバム、ラビリンスをリリース。2014年に、 ザブラックダリアマーダーがヘッドライナーのイントゥーザエバーブラックジャパンツアー2014に参加し初来日。この日本ツアー終了翌日にはフレッシュゴッドアポカリプスのみ追加公演も行われた。2016年にフォースアルバムキングをリリース。日本ではワードレコーズ参加のレーベルケイオスレーンズから日本版がリリースされる。2017年10月。 フロントマンのトマソリカルディの脱退が発表された。トマソの脱退が決まったのは8月頃のことで、原因は個人的な理由による。これを受けて、現ドラマーで、元フロントマンのフランチェスコ・パオリが、ボーカル兼ギターに再転向することになった。ただし、スタジオにおいては、引き続き、フランチェスコがドラムスを担当する。また、 クリスティアのトリオンフェラも、ほぼ同時期に離脱している。これらを受けて、ファビオ・バルトレッティ、ダービッド・フォルキッドが、ライブセッションとして加入することが発表された。2019年にフィフスアルバム、ベレーノをリリース。2020年2月、2017年より、セッションドラマーを務めたダービッド・フォルキッドがサポートを、退き、 新たに、友人リャブチェンコが、ライブセッションとして加入することが発表された。同年10月下旬に、これまで、ライブサポートとして参加していたベロニカ・ボルダッチーに、ファビオ・バルトレッティ、友人リャブチェンコが、正式メンバーとして加入したことが発表された。オラクルズのクレジットでは、正式メンバーと同じようにクレジットされている。フレッシュゴッド・アポカリプス・レビューズ・ミュージック、 ニューススプトニックムーシク2015年6月13日、閲覧。abcd, アゴニーライナーのオッズハット https コロンスラッシュスダブリュ www.facebook.com スラッシュ bnfproductions スラッシュポススラッシュ101523743795683832014年5月21日閲覧 https://www.facebook.com/.bnfproductions/.post/.6079550892994072014 年5月21日閲覧 ?abcd, フレッシュボッドアポカリプスパーツウェイズウィズボーカリスト、ギタリストトンマソレカルディ。 b-l-a-b-b-e-r-m-o-u-t-a-h.net 2017年10月12日閲覧フレッシュゴッドアポカリプスウェルカムユージーン・ライオブシェンコドラマーズニューライブドラマーフレッシュゴッドアポカリプスオフィシャルフェイスブック2020年4月6日閲覧 ABCD アズユーノーラストウィークウィーウェルカムドベロニカ・ボルダッキーに フレッシュゴッドアポカリプスファビオ・バルトレティユージーン・ラヨブシェンコドラマーズオフィシャルバンドメンバーズイン・アワー・ライン・アップフレッシュゴッドアポカリプスオフィシャルフェイスブック2020年11月7日閲覧ありがとうございます